イヴァングロ・ハルは、スロベニアの画家である。スロベニア、ゴレンスカ地方のスポー神社ソリカの農家で生まれた。1892年から1895年の間、グラアーツの宗教画の学校で学んだ後、1895年の秋にミュンヘンに移り、美術館で巨匠の作品を模写して修行した。1897年の夏、スロベニアに戻り、 シュコーフィア・ロカにスタジオを開いた。シュコーフィア・ロカで画家のリハルドやコピッチと知り合い、ミュンヘンでの修行を続けるように進められ、ルブラナなどで肖像画を描いて資金を貯めて、ミュンヘンのアントン・アズベの美術学校で1897年から1899年まで学んだ。アズベから印象派の絵画のスタイルを学び、スロベニアに戻り、1903年には、 ウィーンでスタジオを借り、1904年に他のスロベニア人画家、ヤコピッチ、マテエステルネン、マテヤヤーマ、フェルドベセルと展覧会を開いた。その後、スロベニアに戻って活動し、新印象派のスタイルの作品を描いた。結核に患っていて1911年に43歳で死去した。2007年から発行されたスロベニアの5セントコインのデザインに、 グロハルの作品、種まく人のデザインが採用された。ありがとうございます。